マサカリ投法と呼ばれる豪快なフォームでファンを沸かせ、通算暴投の日本記録を保持していた村田兆治。今回はそんな村田の面白いエピソードを50個紹介します。福山電波工業高校から東京オリオンズにドラフト1位で入団した村田。プロ入り1年目はパチンコや麻雀などのギャンブルに時間を費やし、野球で成績を残すことはできなかったらしい。ある日徹夜麻雀を終え寮へ戻ると、大先輩である小山正明と鉢合わせた村田。小山はランニングに出かける前で、村田はその姿に、ベテランでもこれだけ練習するんだと衝撃を受け、逃げるように自分の部屋に戻っていったそう。後日小山に謝りに行ったところ、お前は才能があるんだから頑張れと激励され、村田のやる気スイッチがオンに。その日から村田はチームで一番練習する選手になったとか。プロ2年目は先発ローテーションに定着するも、全く制球が安定せず、村田の火消しを任されていた来たる正明は、俺を壊す気かと言って投手交代していたらしい。プロ4年目、遠征先での就寝中、思いついたとマサカリ投法でシャドーピッチングを始めた村田。同僚からはかっこ悪いと言われたが、夜中のひらめきでマサカリ投法が誕生した。プロ入り当初は筋力が全くなかった村田、全体練習で行う腹筋や背筋もすることができず、同僚はドラフト1位の選手とは思えなかったそう。76年に切れ味鋭いフォークを習得した村田は、自身の判断でフォークを投げており、ノーサインでフォークを投げる投球スタイルだったそう。捕手の袴田秀俊は村田のフォークを取ることに苦戦し、村田は4年連続2桁暴投を記録している。ノーサインでフォークを取っていた袴田は速いフォークに対応することができず、何度も右手の指を脱臼。それでも村田はサイン交換を一向にしようとしなかったそう。コントロールが抜群ということもなく、ノーサインでフォークを投げ続けた村田に暴投はつきもの。シーズン最多暴投を12回も記録し、通算暴投数148回は NPB 記録になっている。ノーサインだった村田と袴田のバッテリーだったが、村田が打ち込まれてしまった後のベンチでは、どんなサインを出しとるんやと村田が袴田に激怒していたらしい。袴田は怒られる意味がわからないと話していたとか。フォークを決め球にするため、村田は人差し指と中指の挟む力を徹底的に鍛えていたらしく、常に2本の指を鍛えるため、お酒を飲む時もフォークの握りでグラスを持っていたそう。寝ている時間もフォークの練習をしたいと思った村田は、指に一升瓶をくくりつけて寝ることに。その結果、一升瓶をフォークの握りで持ちながら器用にお酒を告げるようになったとか。しかし、痺れと痛みで寝るどころじゃなかったとも話している。入団当時の能仁航監督は、村田のストレートの球威が落ちることを心配し、フォークの練習を禁止に。それでも監督の目を盗んでフォークを投げ続けた村田は、監督にバレることがあっても、今のはカーブですと言い張り、フォークを投げ続けていたらしい。投球する前にフォークの握りが見えることで、打者に球種がバレることがあった村田の投球。しかし野村克也は、村田のフォークは宣言されても打てないと証言を残しており、実際にフォークを宣言して三振を取ったこともあるらしい。中指と人差し指を目いっぱい開きたかった村田は、指の付け根をナイフで裂くという機構に走っており、フォークの切れ味は良くなったが、痛みで投球どころじゃなかったらしい。村田の性格は、やると決めたらやるまっすぐな性格だそうで、あまりにもまっすぐすぎるため、昭和生まれの明治男と呼ばれていたそう。村田が現役時代に愛読していたのが、宮本武蔵が書いた五輪の書。強くなりたいと思って手に取ったそうだが、肘の怪我でリハビリする村田の心を支えたらしい。肘の痛みが取れず、痛み止めを打ちながら投球を続けていた村田は、知人からマムシの毒が肘にいいと聞き、マムシの毒を肘に直接注射。すると肘は通常の3倍にまで膨れ上がり、体調も悪くなってしまったことがある。病は気からと信じられていた時代だったため、村田は精神を鍛えるために様々な修行に挑戦。真夜中の熊野古道を歩き、パンツ一丁で滝に打たれるという過酷な修行も行ったが、痛めている肘は治ることがなかった。1983年に肘の痛みに苦しんでいた村田は、トミー・ジョン手術を受けることに。当時はタブーと言われていた手術だったが、次の世代の実験台になってもいい、失敗しても名誉だと渡米してトミー・ジョン手術を受けたそう。手術後のリハビリ期間、村田の心の支えとなったのが、宮沢賢治の雨にも負けずだったらしく、困難に直面してようやく歌の意味が分かりましたと語っている。リハビリ中に投げられないストレスを抱えていた村田は、その欲求不満をランニングにぶつけることに。若手選手はその姿に驚きを隠せなかったそうで、村田は外野を我慢、忍耐、辛抱、根気と叫びながら走っていたらしい。リハビリから復帰した村田は、当時珍しかった中6日でのローテーションをしており、毎週日曜日に好投することからサンデー兆治と呼ばれていたそう。
トミー・ジョン手術後、医者から1日の投球を100球に制限されていた村田。しかしスイッチの入った村田を止められる人は誰もおらず、復帰後初勝利となる試合では155球を投げた。その時右腕は痺れていたらしい。トミー・ジョン手術から復活を遂げた村田は道徳の教材になっているそうで、全国の小学5年生が村田の復活劇から逆境に立ち向かう気持ちを学んでいたとか。王監督から声がかかり、ダイエーの投手コーチに就任した村田。しかし当時の投手陣は安定しておらず、すまんな、監督が変われって言ってるから交代ね、というのが口癖だったそう。投球の際に左手のグローブが重いとバランスが取れるらしく、村田はグローブにあまり油を2巻分塗っていた。そのため先発した試合で完投すると、投げる右腕よりも左腕に疲労がたまることがあったらしい。金田正一を師匠としていた村田、金田の先発完投のピッチングに強いこだわりを見せ、試合途中に降板を指示されても絶対にマウンドを降りないこともあったそう。航空会社で働く容姿端麗な女性と結婚した村田、肘の痛みに悩んでいる時は全国の病院を妻が回り、アメリカでは通訳として村田を支え続けたそうで、その献身的な姿はテレビ朝日の月曜ワイド劇場でサンデー長寿の妻としてドラマ化している。結婚して間もない頃、妻の料理に納得がいかなかった村田はブチギレ、ご飯が乗っているちゃぶ台をひっくり返し、こんなもん食えるかと怒鳴りつけたこともあったらしい。村田は家の中では超亭主関白だったらしく、リビングで村田がみかんといえば、妻がみかんの皮や筋をきれいに取って食べさせていたそう。ライバル投手の山田久志が春季キャンプで250球投げたと聞いた村田、翌日ブルペンに入ると村田は負けじと300球投げ込んだそう。野球の話がとにかく大好きな村田は、食事会に行くとプライベートの話はほとんどすることなく、ずっと村田中心に野球の話で盛り上がるそう。同僚はしっかり遊びたい日には村田を食事に誘わなかったらしい。72歳の頃、保安検査員に暴行を加えた容疑で逮捕された村田、何度も金属探知機に引っかかったことに苛立ちを覚えたそうだが、金属探知機が何度も鳴った原因は手に携帯電話を持っていることだった。引退後、野球を全国で普及させるために村田が始めたのが離島甲子園。全国の離島の中学生を集めた全国大会で、2008年から毎年夏に行われ、離島の野球少年の育成に力を注いでいる。野球教室で小学生と対決した村田、相手が誰であろうと一切手加減しないため、140キロを超えるストレートで小学生を抑えることもあった。小学生を抑えてガッツポーズをすることもあったそう。引退後も現役時代と同じ量のトレーニングを続けた村田、 ROB が村田と一緒に温泉に入ることがあったそうだが、湯船の中では常に右手を鍛えていたらしい。引退後もトレーニングを続けたことで速球を維持し続けた村田は、52歳の時に行われた芸能人とのスペシャルマッチでお笑い芸人の出川哲朗に対し144キロを投げ込んでいる。村田は還暦を迎えてもまだまだ衰える様子がなかったそうで、60歳の時点で遠投は100メートルを超えていたらしい。63歳の時に始球式に登場した村田、年齢を感じさせない投球に観客が期待する中、村田は135キロのストレートを投げ込み、ファンを驚かせた。村田が最後に130キロ以上を記録したのは66歳の時で、この始球式でいい球を投げるために村田はウォーミングアップで何十球もブルペンで投球練習をしていたらしい。マサカリ投法以外で正確に投げることができない村田、ピッチャーゴロでファーストに送球するときもマサカリ投法で速い球を投げていたため、ファーストも困らせていたそう。キャッチャーとのサインはないが、投内連携や牽制のサインも覚える気がなかった村田、マウンドに集まりコーチが一球牽制したらホームに投げろよと直接指示を出したのにもかかわらず、牽制する素振りなく投球することがあったらしい。村田は自分の調子が悪く、これ以上投げられないと思うと勝手にマウンドを降りることもあったらしく、試合序盤であっても勝手に降りることがあるため、リリーフ投手は常に準備している必要があったそう。現役引退後、野球イベントで投球を披露してくれないかと村田に依頼があったものの、村田はこれを拒否。拒否した理由はイベントまで3週間しかなくて投球の準備ができないからだったそう。麻雀でも負けず嫌いを発揮する村田は、先輩が自分よりも先に上がると麻雀牌を先輩に投げつけ、てめえこの野郎と叫ぶことがあったらしい。ある新聞記者と仲が良く、キャッチボールを行うこともあった村田。しかしキャッチボール中にいきなりフォークを投げて記者がボールをそらすと、そんなプロ野球選手になれないぞと本気で怒っていたとか。引退後も剛速球を投げ続けた秘訣はトレーニングだそうで、現役時代から続ける腹筋旋回、背筋旋回の日課は欠かさず、長時間のランニングも続けていたそう。レギュラーは一人で黙々と練習するものとこだわりを持っている村田、後輩のレギュラーが仲間たちと練習しているのを見ると、一人で練習しろと怒ることもあったらしい。
他球団の選手とは交流する気がほとんどなかった村田。オールスターゲームの練習中に他の選手が話しかけてきても適当に返事し、外野で腹筋や背筋、遠投を黙々とこなしていたそう。ということで今回は時代の香りをプンプンに漂わせた村田兆治の面白いエピソードを紹介してきました。こうと決めたらこうを貫く村田の頑固でもあり努力家でもあるエピソードには、さすが昭和の男といった意地が垣間見えましたね。このチャンネルではプロ野球の面白いエピソードもたくさん伝えていきますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。